俺の名前は久我小鉄。若き人、さあ遺言を聞こう。くそったれ、めちゃくちゃ強え。凄腕のアサシンと向き合う人情派の極道だ。京極組の島である黒煙街は残念ながら治安がいいとは言えない。何こっち見てんだ。お前ごとなら他でやれ。チンピラに半グレホームレスとうさんくさい輩にはこと書かない。というわけで今日もうちの島を荒らすバカを粛清だ。兄貴、腹の傷は大丈夫なんですか。まあ筋肉まででギリギリ止まっていたようだ。無理はいけません。今日は僕の斧にお任せください。殺さないからな。先日抗争中の阿毛組小峠と腹を刺し合ったが、しんどけくがこれくらいの傷で休んでいられねえ。弱みなど見せない、これは意地だ。チンピラ諸君、この店で暴れることは僕への宣戦布告だ。なんじゃあの真面目は。斧の峰打ち、命だけは許そう。いや死ねる。半グレや海外マフィアなど懲りない連中がわんさかいるからな。今は阿毛組と戦争状態だが、厄介事がやむわけじゃねえ。また海外マフィアが黒煙街で悪巧みか。頭、面倒事の目は早めに積んでおくべきかと。島の維持は組にとって最優先事項だ。それに海外の奴らはマジでえげつない。このビルの店舗全部月10万払え。そんな。逆らったら殺す。私腹を肥やすためなら肩にでも平気で差し上がる。だが俺たちの島を荒らされちゃ見過ごせねえ。死にてえのかこの極悪中国人が。日本では桜と肩に大切に。一条さん、なんだお前、クゼあるやつ。悪党だが悪党なりのルールってもんがある。グサグサグサペペグサグレアサクサクサクシャセヨサクヨン。それを無視して治安を悪化させる害虫は即刻駆除する必要があるのだ。一緒に行動してくれる一条の兄貴だが、俺はめちゃくちゃ心配だ。しかし兄貴、柄交わさなくて大丈夫すか。なんで。なんでって、兄貴は阿毛組に狙われてます。いいじゃん、俺無敵、隙があるなら刺してみろってな。敵対組織である阿毛組はうちの親父と一条の兄貴をターゲットとしている。兄貴は24時間いつ襲撃されてもおかしくない状況なんだ。時に小鉄、お前は阿毛組の北岡を殺したことをどう思う。え、明らかな島嵐でしたし、親父の命令ですから。あいつはな、最後に自分の命を捨ててその場にいた射程を逃がしやがったんだよな。それでもな、親父の命令は絶対だ。京極組の人間として俺のやったことは間違えていない。そう思います。ただまあ、会話もなく仲間を殺された阿毛組の連中の気持ちもわからんでもない。だからせめて仇討ちくらい受けて立ってやるよ。まあ全員返り討ちだけどな。一条の兄貴、まさか兄貴は死ぬつもりなんじゃ。俺はそんな嫌な予感がした。そんなことは絶対にさせねえ。俺が命に代えても兄貴を守る。そんな大変な状況にある京極組だが、近頃島で妙な話を耳にした。小鉄ちゃん、この町で空き巣が流行ってるらしい、気をつけな。俺は金は使っちまうから大丈夫だが、物騒な話だな。そう、黒煙街で窃盗事件が増えてきているというのだ。島を見回っていると、俺の知り合いも何人か被害に遭っていた。小鉄ちゃん、お気に入りの指輪取られたの、かわいそうと思うなら付き合って。関係ないな、それは。この件数を考えると犯人は複数か。こりゃ無視できねえな。ちなみに今の世の中では極道は銀行に口座を開けない。すみませんが、条例でお客様の口座は開けません。はい、そうですよね。虎の子の100万心配だけど、押し入れに隠そう。つまり大金でも自分で管理するのだ。当然そこへ空き巣に入られた日には本当に目も当てられない。ないよ、ない、ない。ガー、若い極道がこんな目に遭えば心が折れてもおかしくはないのだ。事務所に戻るとすでに空気が重い。まさか。え、頭、もしかして空き巣に入られた。くわ、なんで知ってる。そう、第二支部がすっからかんだ。なんてこった、噂をすればなんとやらじゃねえか。極道は口座が開けない。これは実は組織にも該当する。おい、これ見る、ヤクザは貯金できないらしいぜ。だったら事務所を襲ったらがっぽりじゃねえか。こんな感じで一攫千金を夢見ていたんだろう。とはいえ防犯カメラは生きていたため、すぐに顔は割れた。あら、思想が出てますね。死にますね。助けて、殺さないで。そして相良の兄貴が実行犯の柄を押さえた。頭の命令で俺は空き巣どもへの尋問に参加した。
詰めまだ命だけは。アケ、なんでうちを狙った？軍権があると思い、マジな。ちなみに相良の兄貴は拷問中、いろんなキャラになって遊ぶ。アーキスの被害が多すぎるわ。あなたたちだけじゃないわよね。いえ、僕らだけです。嘘つき、肝臓破裂しなさい。そして対象の内臓を潰していくんだ。次はあなたね。肝臓破裂してみれ。ドグマです。僕はドグマの下っ端です。何、ドグマだと？ドグマとは中国マフィア原生法をバックにつけている半グレ組織。奴らが日本で動くのをサポートする代わりに俺たちは武器をたくさんもらっていました。弱小組織が武器だと？面倒な真似を。空き巣被害の金は武器の調達資金になっていたそうだ。空き巣から仕入れた情報から組は2つの組織への報復を決めた。ムグルマ、クガ、アモー組のこともある。早急に肩をつけてこい。ええ、ではドグマのトップをナメロウにします。では中国の組織は俺がこの世から消します。両組織のアジトは空き巣から聞いている。どうも、中国産の害虫を駆除する業者です。キモい髪型。俺は日が落ちる前に奴らへ襲撃をかけた。言葉の暴力はやめろ、傷つくだろうが。早く、いやー、それ物理の暴力。俺の勝ち込みに対して出遅れてやがる。戦闘力はチンピラと大差ね。瞬殺だ、雑魚どもなんざ眼中にはない。死にたくなかったら答えろ。お前らのボスはこの奥の部屋。用があるのはここで小山の大将を気取ってる野郎だ。そうして言われた部屋に入ると、一人の男が立っていた。へえ、ようやく中国らしいのが出てきたな。何用かは聞かん。死にたくなければ立ち去れ。言葉とともに発せられるのは肌が泡立つほどの気迫だ。そのドアの向こうにボスがいるな。ならば引くわけにはいかねえな。愚かな。その言葉は殺されてもいいと言ったも同然なのだぞ。そう言ってやつは独特の構えを見せた。雰囲気からやつの言葉が脅しじゃなく真実であることはわかる。笑わせんな。おかげさんで死ぬ覚悟はできてんだよ。だが素手とは舐められたもんだ。付き合ってやるよ。まずは一発当ててペースをつかむつもりだったが。類まれなる速度だ。だが基礎がなっていない。しかし俺の拳は奴の左腕にたやすくさばかれてしまった。そして次に襲ってきたのは腹綿がひっくり返るほどの衝撃。うわ、まるで犬飼いのハンマーを食らったみたいだ。一体どうやったらこんな打撃が打てる。体の中が痙攣して喉から鉄サビの匂いが込み上げてくる。今のを受けて立つか。頑丈なやつだ。腹が爆発したじゃねえか。何の手品だこの野郎。だがこの程度で俺はやれねえ。俺は今のよりもっと強烈な一撃を知ってるからな。そんなパンチ4000年耐えてやるよ。俺は気を抜けば震え始める足にカツを入れ全力の連打を繰り出す。甘い甘いな。だが奴はその全てを当たる前に払い落としていく。全て手打ちの拳。腰が入っておらん。さらには開始の一撃を食らう始末だ。加えて流れるように飛んできたのは容赦ない金敵。こいつの使う剣法は人の命を刈り取るものだ。天賦の際は大したもの。惜しむらくはそれを磨かなかったことだ。天才は努力したら反則だろうが、ファールカップを入れてなければ両方潰れてた。つえ、こいつは一体何者なんだ。だが俺もこんなところでやられるわけにはいかねえ。策もなく玉砕とは失望だ。俺の振るった拳はさっきのように奴に阻まれる。ならばメイドに行くがいい。だがな、腰。この力は、この一発に全体重を乗せてたんだよ。しんどけおら。惜しい、だがまだ甘い。俺の全身全霊を込めた拳を奴はかわしやがった。分かってるよ、てめえの防御は完璧だ。だから捕まえなきゃダメだってな。実は俺は世界一の石頭なんだよ。神つかみの頭突きアッパーじゃ。これが俺のお箱だ。これを食らって立ってきた奴はいねえ。今日月抜群のタイミングで入った。私に血を流させるとは優秀なり。大したものだ。なのにこいつは右手を入れて力を半減させやがったんだ。こうなったら特攻を仕掛けるかと考えていると、
奴は構えていた手を下げた。ブライカン風情の頭突きを受けるとは、俺もまだまだ修行が足りん。何？小さく笑いながらそうつぶやくと、奴はドアの前を離れる。この雇い主は支払いが遅れている。ちょうど頃合いだ。小僧、これからも鍛錬を続けるがいい。その天秤が開花した時に、預けた命は返してもらう。待ち上がれ！そう言い残すと、奴はとんでもない速度で走り去ってしまった。あの憲法野郎には腹渡が煮えくり返るが、今は組織を潰すことが先だ。バカな、このキモい髪型があの剣を倒したっていうのか。悪かったな、こら。おとなしくしろ。殺すぞ、この野郎。あの憲法野郎は剣ってのか。聞けば剣は大陸最強の殺し屋らしい。ドグマに流してた武器をこっちによこせ。そうしたら命だけは助けてやる。わかりました。こいつがおとなしいのは剣を倒したと思ってるからか。尺に触るぜ。聞けばドグマの奴らはチャカやボウガンで武装していたそうだが、化け物、死ね死ね。ボエア、撃つタイミングを目が教えている。うちのお金返してくれよ。付け焼き刃がムグルマの兄貴に通用するわけがなく。利息にお前らの安い命もらっとくぞ。モーリー。一方的な殺戮であっという間に全滅だったそうだ。こうして中国マフィアの件は片がついた。一条の兄貴、勝ち込み終えました。どうしたの、ボロボロすぎる。何やった？いや、海王クラスのやつがいましてね。事務所へ帰ると一条の兄貴が出迎えてくれた。兄貴、強えやつって腐るほどいるんすね。そりゃそうだ。俺は今毎日強いやつに追われてるけどね。え？多分アモー組の砂が、あともう一人いる。その男は気配が読みにくい。兄貴はいつ襲いかかってきてもおかしくないと言った。一条の兄貴は俺の恩人だ。絶対死なせはしない。兄貴、その時は俺も一緒に戦いますんで。いいよ別に、お前働きすぎだし。そういう問題じゃないっす。アモー組やら殺し屋やら、ほんと命が何個あっても足りねえよな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。